はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はこちら日産ピノ、型式が DBA-HC24S、 年式が平成20年の4月の登録の車両になります。こちらのですね、エンジンオイルとオイルフィルターの交換ですね、こちらの方を DIY していきたいと思います。ジャッキアップ等々ですね、準備いたしますのでアングルが変わります。はい、ツール紹介したいと思います。ドレーンボルト開けるのに 17mm のコンビレンチ、フィルターが日東工業さんの 4SF102-18003 ですね、こちら使いまして、オイルフィルターのカップが 65mm になります。それから、フィルターを外すのにエクステンションとラチェット、これ長めのものですね、ギア飛びしないものをですね、一応セレクトいたしました。それからですね、汚れ落としのパーツクリーナーで、こちらにあります、オイルとオイル系ですね。で、オイルの方ですね、こちらちょっと取扱説明書をもうちょっと近づけます。はい、こんな感じでですね、オイルとフィルター合わせまして 2.9 リットルで、使うオイルの方はですね、今回ですね、10W30 のスノコのオイルを使っていきたいと思っております。はい、そんな感じで、作業の方を進めていきたいと思います。はい、こちらオイルパンドレーンボルトで、こちらが、オイルフィルターとなっております。まず手順としましては、こちらのですね、オイルドレーンですね、こちらの方を左回し、はい、緩んだら手で回します。はい、結構ね、これちょっと長めのボルトですよね。はい、もうちょっとで外れます。はい、外れました。はい、結構交換してなかったみたいで、だいぶ黒いです。で、フィルターもですね、そんな遠くないので、交換をしちゃいたいと思います。同じオイル受けの中で落とせるんであれば、多少ここが出ててもですね、交換できますので、しちゃいたいと思います。はい。油触った手で工具を触るとベタベタになっちゃうので、なるべくそうしないように。はい、これしっかり奥まで入れますね。はい。で、やっぱりこれも左回し。はい、もう緩まったんで、これ外しちゃいますね。よいしょ。はい、そしたらあと手でですね、いや、思ったより緩まっていませんでした。すいません、失礼いたしました。はい、これで完全に緩まりました。はい、そしたら手で回します。はい、やっぱ下向きについてますのでね、かなり漏れてきます。ちょっとね、まだエンジン先回してるのでちょっと厚めのが出てきます。ですから、あの、軍手よりもこういったビニール手袋の方がね、断然安全性と、あの、衛生面的にもよろしいかと思います。はい、だいぶ黒くなりますからね。はい、で、先ほど取りましたですね、ドレーンボルトは再使用いたしますので、これは拭いておきます。はい、で、ちょっとね、このオイルが出るのもう少し待ちます。で、フィルターのですね、接地面のところは
あのこの時にですね、なるべくこう脱脂してあるというか、ちょっと拭いてあげるような感じですね。はい。で、手順はですね、あの今度逆になります。フィルターを先につけます。はい、フィルターこちらですね。で、これパッケージを開けます。はい、そうしますと、あの、同じ水色のものが出てきますね。で、このビニールを取ります。これはもう必ず取らないとつかないので、取り外してください。でですね、用意した真油の方の、をちょっとあの、いただきまして、はい、この真油の方をですね、ここにあの、ここの面にですね、このゴム面に、つけます。これはですね、オイル漏れ防止とですね、次回取れやすくするためとかって言われてますね。はい、そうしましたら、ここネジになってますので、ね、あのここあの手で回していきます。この時は道具は使いません。まだしっかりネジがね、くって、くれないといけませんので、まっすぐじゃないとね、ネジが食わないので、はい、まっすぐだとこうやって軽く回るようになります。これで間違いなく入ってますね。はい。ちょっと余分な油分がついたので拭きながら。はい、ここ今ね、ゴムの、パッキンのところがね、そこにつきました。こっからですね、4分の3周ということで、取説に書いてもありますので、4分の3周ですね、していきたいと思います。はい。で、これを起点にしまして、はい、これで2分の1周で、あと4分の1周ですね。はい、こんぐらいですね。はい、もうこれ以上はね、強く締めなくていいです。一応メーカーの方で、のトルクで、締めていただければ、ちょっと緩いかなと思うぐらいなんですけれども、これで問題は、ありません。それからですね、ドレーンボルトの方ですね、ちょっと締めますので、少しお待ちください。それではですね、ドレンボルト締めます。こちらの新しいですね、ドレンパッキンですね、こちらをつけまして、やはり手で回していきます。これ結構長いボルトなので、結構回しがいがあると思います。多少ね、もうオイル交換といったら、もう手がね、汚れるということはまあ仕方がないので、なるべくですね、こういったゴム手袋、ビニール手袋ですね、してやるのがいいと思います。はい、結構回しまして、はい、今あの面つきましたので、締め込みます。締め込みはですね、3キロとか4キロとかと言われてますね。はい、こちらの、メガネ使って、はい、締め込んできます。はい、ドレンパッキン新しい場合はね、ちょっと強めに締める。はい、これででももう ほぼ漏れませんので、これで OK ですね。で、最後ですね、あのこの段階に来て最後、パーツクリーナーで油の通った後を拭いてあげます。特にこのフィルター外したところから結構ドバーッと出てますんでね、こちらをしっかり拭いてあげればと思います。はい、で、この辺はね、しっかりよく拭いといてあげて、次回オイル漏れとかした時にですね、どっから漏れたかっていうのがね、わかるようにしとけるといいかなと思います。はい。それではですね、一応、下回りの方は、これが閉まってる、これが閉まってるっていうのを確認すれば、作業は、こちら下回りは終わりです。次ですね、オイル注入の方行きたいと思います。アングルが変わります。はい、それではですね、こちらオイルのフィラーキャップになります。こちらを外しまして、こちらにですね、オイルを入れていきます。ここに見えてるチェーンがですね、
タイミングチェーンって言われるものですね。はい、それではですね、オイルね、吹きこぼしがないようにゆっくり入れていってあげてください。これ個体差も車両差もあるんですけれども、すぐ吹いてきちゃう車もあるんですね。ですから入れるときはゆっくり気をつけて入れてください。はい、もうこれでだいぶ入りました。はい、 OK、 これで 2.9 リットルですね、入りました。はい、でフィラーキャップはなるべくすぐにしてあげてください。この時ですね、フィラーキャップ、エンジンが、ごめんなさい、オイルが固形してないかとか乳化してないかっていうのをちょっとね見といていただければと思います。はい、それではですね、こちらがですねオイルレベルゲージになるんですけれども、今回フィルターも変えましたしね、オイル量が今現在だと正確に測れませんので、一度エンジン回して5分で、クーリングして5分ですね、そしてから、オイルの量を測っていきたいと思いますので、一度ですね、カメラをカットいたします。はい、それではですねオイルの方を測っていきたいと思います。ウエスの方をね用意していただいて、でこちら一回抜きましてね、余分な油分をね拭いておきます。はい、でこちらですね、穴がねあるの分かると思うんですけれども、この穴の間にあればいいとされております。はい、で、またこれ入れます。はい、で抜きます。はい、このちょうどですね穴と穴の間の8分目ぐらいにね今オイルが挿してるんですけれども、これで適量入ってるということになります。はい、今日はですねこちら日産ピノ、OEM で当時のアルトですね、こちらのアルトの OEM でピノ、まだマツダではキャロルですねとして出されていた車両ですので、そちらの車両も一緒なんですけれども、エンジンオイルとオイルフィルターの交換ですね、今回、DIY させていただきました。今日もですねご覧いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。